これは奇跡だよ。かなさんはいつも行っているカフェの店員さんだった。彼女は普段たくましかったりまったりしてるけど、お店にいる時は柔らかい笑顔と歌うような声でもてなしてくれるお日様のようだった。彼女が半年前に転職した後も私たちは LINE で連絡を取り合っていて、先週ランチとお茶をしながら近況を話すことになった。これまでも何度かそうだったけど、お腹が満たされて食後のコーヒーの頃になると、どちらかから結局はそれにつられて二人ともこれまで抱えていた思いが溶けていって涙ぐんでしまうことがよくあった。レストランでもカフェでも。40代半ばになった彼女は1年半前からやっぱりカフェ時代に常連のお客さんだった25歳年上の彼と、先のないゆえに純粋なお付き合いをしている。馴れ初めは彼女がテニスを始めたがっていた時に、長年レッスンを続けているトールさんがコートに誘ったことだった。二人ともかつての結婚相手とうまくいかなくて、何十年も一人の、時々はお子さんと過ごす生活に馴染んでいた。数ヶ月後、恋愛の気配を感じて私が聞いた時には、まだそんなんじゃないよとケラケラ笑っていた彼女だったけど、ある時急に彼と連絡がつかなくなってひどく取り乱していた。年齢と一人暮らしのこともあって、何かあったんじゃないかなと思った彼女の、新聞取ってないと私に聞いた目は真剣で、それはもう家族を案じる緊迫感だった。奥や未来を気にしていたのだ。結局は忘れっぽいトールさんが携帯の電源を2日間切りっぱなしにしていて、そのことに気づいていなかったというオチだった。でもそれを機に彼女は自分の恋愛感情を公開した。この前彼が、この出会いは奇跡だよ、こんなに長く女性と向き合ったことはなかったからと言ったそうだ。学生の頃7年お付き合いしたことのある彼女にしてみれば、1年半はまだ短いものだから少し驚いた。トールさんには40代の息子さんもいて、若い頃は一般的な結婚生活を送っていたのに、それは形ばかりで奥さんと話すことはほとんどなくなっていったという。世の中にそういうご夫婦はたくさんあるにしても、71歳になってありのままを見せて、ただ今を共にしていられる異性と巡り合えたことは、私にも人生捨てたもんじゃないなぁと思わせてくれる。だから彼にとって生きててよかったなぁって思えるんじゃないかなぁ、最後にそんな人と出会えるなんて、トールさん幸せよねと言ったら、かなさんはそうかなとマックのテラスでたちまち目を潤ませた。奇跡と言ったトールさんだけど、彼女の話を聞いていると、彼はそんなに思われてることを普段何でもなく思ってるみたいだ。真っただ中にいるとき、私たちはそのことの貴重さに気づくとあんまり苦しくなってしまうから、少し焦点をぼかしてるのかもしれない。だから他人には分かったり、それが続かなくなったときの本人が
初めて実感するなんてことが多いのかも。間接的に優しい翻訳者を通して今置かれている状況を教えてくれる誰かがいたら、もっと私たちは爽やかな喜びのうちにいられるのだけど。